体が軽いよ。何か悩んでるなら聞くけど、外でジュースでも飲む？いいけど、君さっき僕に怖いって言ったけど、悪口じゃないもん。テムは見たままを言う男だった。こんな薬クマカが飲んでたなんて知らなかった。大変だね。今まで家族以外誰にも薬のことを言ってなかった。ましてや草食獣に打ち明けるだなんて。なんで？むしろ行った方が何かと楽じゃない？とんでもない。本当は怪力なのを薬で抑えてるなんて知ったらみんな引くよ。そっかな。リズが優しいってことはみんな知ってるんだから何の問題もないよ。優しい？本当の僕は優しくなんかないよ。何をもって優しさなのかよくわからないし。ねえねえ、さっき僕と話したら体が軽くなったって言ったよね。もっとこれから頻繁に会おうよ。部活以外で副作用が完全になくなるかもよ。テムの提案は正しかった。数日テムとくだらない話をするだけでも僕の蜂蜜の消費量は減っていった。あいつのおかげだ。薬を飲むのも憂鬱じゃないや。これ今の僕に必要かな。もっと近くしたい。テムとの距離を本当の自分のまま。なんか今日のリズ様子おかしくない？体が膨らんでるというか。わかった。